い、ともらけです。今日はですね、まあ、見てくれるとわかるんですけども、このギア、スペシャル現象のギアを 3.6 揃えてきました。まあ、各ギアそれぞれ、あと1個、スペシャル現象のギアがつけば、まあ、揃うんですけども、今日はね、この3個、同時に開けていきたいと思います。前は、2個同時開けまでならしたことあって、2個同時開けしても、まあ、揃ったことなかったんですよ。なので今回、それ以上の、3個同時開けに挑戦したいと思います。はい、ちょっと何が出るかわかんないんですけども、これでギア開けしていきましょう。はい、マッチングしました。ショッツル鉱山ってことで、まずね、塗りポイントと言いますか、ギアのポイントをね、手に入れるためには塗りポイントが大事で、確かね、500以上塗っとけばいいのかな。ちょっと塗り意識多めでいきたいと思います。幸運にも結構塗れるショッツル鉱山なので、ちょっと自分の塗りは任せてもらって。え？嘘じゃー。マジかよー。おいおい、マジかよ。ギア開けるときなんで放置してんだよ。なんでだよ。あ、オッケー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 、来い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 、あ、1個来た1個来た、なにこれ、1個来た、1個かはい、マッチングしました。富士坪スポーツクラブということで、ギアのかけらをゴリ押しして、スペシャル現象量 3.9 をつけたんですけども、今日はこの縄張りバトルで、どんくらい効果あるのか見ていきたいと思います。まあ、ちなみに、あのギアは、まあ、自分がデスした時に、この右上の、まあ、今マルチミサイルなんですけど、そのスペシャルの溜まってる、このゲージが減らないようなギアなので、まあ、積めば積むだけ減る量が減ります。ちょっと日本語って難しいね。で、ちなみにこれ、前撮った動画で、実は音声の出た時消えてしまいまして、後付け実況です。これ、ほんと、ちゃんとね、ちゃんと実況してたんだけど、うん、ちゃんと実況してたんだけど、消えちゃった、残念だわ。はい。で、マルチミサイル撃ってるのも、倒していきましたね。で、自分、このデスしたくて、まあ、正直めちゃくちゃ死にたくて、今、マルチミサイル溜まってるじゃないですか。これが、自分がいなくなった時に、デスした時に、どんくらい減るのか、と思って、結構前詰めて、もう、相打ちでもいいから、敵倒しに行こうって、もうマジグイグイ行ってますね。ずっとグイグイ行ってます、きっと。これも倒しに行って、で、結局死ねなくて、なかなか死ねなかったんですよね。もうなんか1分経ってるし。まあ、適当に戦っています。まあ、勝ち負け気にせずね、やられに行ってた。まあ本来やられに行っちゃいけないんだけど、本来なんか塗るべきなんですけど、やられ行ってましたね。まあ、ちゃんと戦ってたんですけど、死ねない死ねないって言って、やっと死にましたね。はい。で、ここなんだよ、見せ場。ここ見てほしいの。はい、復活して、右上が、消えてないから、リスポーン地点で、復活した瞬間に、マルチミサイル撃つっていう、なんとも非常な、本当に非常な、ね、このギアだね。これ、ハイパープレッサーだったら、リスポーンから撃てるんですけど、まあ、今、ちょっとアップで、来ちゃってて、ハイパープレッサーリスポーンで撃てないんで、まあ、このギアはちょっと、まあ、でも強いっちゃ強いんですけど、やっぱマルチミサイルにつけてましたね。てか、アップで、マルチミサイルは関係ないから、まあ、リスポーンで全然撃てるっていう。スペシャル減らないの強くない強いですよね、スペシャル減らないの。あ、これも相打ち取られて、で、ちょっとね、ちょっとしか溜まってない状態でも減らない。さっき満タンな状態から1ミリも減らずに、まあ、今回も、ね、1ミリも減らずにっていう、すごい強い。強いギア作ることに成功しました。まあ、3個開けはちょっと無理だったんですけど、
まあ、しっかりと、はい、つけられたので良かったです。多分勝ちましたね。はい、勝ちましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。今度は、ちゃんと音声のデータが消えないように、しっかりと保存しておきます。はい。では、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。